はい、こんにちは、スノーボーク監督と申します。ウィニングレブン2019マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。はい、今回ですね、ようやく、プレイスタイルのアンカーが、落札成功しましたので、お目当ての選手を獲得していきたいと思います。はい、ということでね、ウィニングイレブンでは今後も続々とスペシャルエージェント、クラブセレクションが登場予定ですということで、FP ガチャですね、これ。来週ね、おそらくアーセナル、リバプール、この両方のチームのやつが来ると思います。ちゃんと区切られてますからね、あの斜めにね。はい、で4週分一応予告してくれてみたいですけれども、来週がアーセナル、リバプール、その次がシャルケ、そして、スーパーリーガ、どこやったかな、これベルギーやったかな、ちょっと思い出せんけど、スーペルリーガ、なんだったかな、これ、どこだったかな。で、レンジャーズ、セルティック、まあ、これもね、一緒に来るみたいですね。はい、ということで、早速ね、やっていきたいと思います。まずは、選手を、プレスタイルアンカーですね、これを獲得しましょう。あとは特に大丈夫か。OK、OK。じゃあ、アンカーをいただきます。はい、落札成功ということでね、早速じゃあ選手をね、獲得していきましょう。もう誰を獲得するかってね、もうアンカー取った時点でわかるかなと思いますけれども、まずは獲得、スカウトをねセットしましょう。プレスタイルアンカーで、リーグ所属リーグ、ちょっと待って、リーグあるか今、北中米南米ですね、まずこれで、あ、いけるかなこれ、なんかないような気してきたわ。確認ちゃんとしてなかったんかって話だけどね。いや、ないわ。ないわ。ありました。はい。2つもあったわ。はい。これでね、ルイス・グスタボが、確定となりますので、早速ね、まあ、取っていきたいと思います。これね、スカウトの組み合わせ、1回ね、紹介させていただいたんですけれども、何やったかな。所属、シミュレーションか。違う。獲得効率と。この、まあ、所属チームのマルセイユ、これがね、4万 GP ぐらいね、するんですよね。で、高いんで、これアンカーで取る方が、まあ、2万 GP ぐらいで抑えて取れるんで、まあ、非常におすすめです。はい、ということで、早速獲得していきたいと思います。まあね、ガチャで来るかなと思ったんやけど、全然来なかったんでね、もうスカートでいっちゃいました。で、2万 GP ぐらいやったら、まあ、全然安いと思います。はい、今週ね、調子いいですから、早速ね、まあ、使ってね、やっていきたいと思うんですけれども、まずはレベル上げですよね、レベル1でね、加入するんでね、はい、でマルセイユの選手って結構調子よくなりがちなんですよね、誰やったっけ、パイエとかね、あの辺とか、負けた試合でも次、なんか好調みたいな感じですからね、BA とかね。はい、トロフィー獲得しました。スカウトマスター、ありがとう。はい、ということで、ルイス・グスタボ、今週 B なんでね、この選手をとりあえず、レベル上げてやっていきたいと思いますけれども、スキル結構ありますよね。そのうち FB でも来そうやな、なんか。取っておいて損はないと思います。はい、ということで、じゃあ、レベル上げに行きましょうか。では、行きます。はい、それではね、早速、ルイス・グスタボのレベルを上げていきたいと思います。レベルトレーナーですね。ディフェンシブミッドフィルダー、これをね、食わせましょう。どこかな、これですね。この辺はまあ関係ないか。今ちょっとね、だいぶ選手をね、あれしてきたんですけれど、はい、ここと、あとはどこかな、この辺ですね。結構経験値、ちょっと待って、トゥレ、あ、間違えたトゥレ、契約済んだままにしてたからね、やっちゃいましたね、これ。アブドゥライトゥレ、いや、もうちょっとこれ戻されへんのかな、戻されへんわな、当然一回なってしまったものはもう仕方がないですね、これやっちゃった。もうトゥレ結構使おうと思って座ってたのに、いや、もうええわ、しゃあないな、もったいね。またいずれ来てくれるでしょう。はい、まあこんだけとりあえず、はい、トレーナーにしたいと思います。トレーナー使いたいと思いますね。はい、行きます。はい、30ぐらいになってほしいけどな、なかなか難しそうやな。いや、25か。はい。まあね、そこまでレベル上がらなかったんですけれども、まあこれでね、とりあえずディフェンシブミッドフィルダーが契約終わったらどんどんね、食わしていって、まあ徐々にレベルをね、上げていきたいと思います。で、今日はね、まあこの状態の、ルイス・グスタボ使っていきたいと思います。それでは行きましょう。
はい、それではね、対戦相手の方決まりましたんでやっていきたいと思います。相手の方のレートから見ていきたいと思います。レートの700人の方ですね、414試合やって、勝率が 42.5% です。うちのチームを見ていきたいと思います。現在157試合やってレートが677、70勝17敗70分けという70勝70敗17分けですね。勝率も 44.6% と、ね、ちょっとはっきり言ってね、かなり負け始めてます。はい、でレートも700を切って677、やばいですよねこれ。はい、ということでいきましょう。ペレグリ先発で使おうかな。そうやね、ちょっとでかさというか高さを生かして、でメッシをもうちょっと上にやって、ペレグリには後半からやな。でチャロフ、これねちょっとペレグリが高すぎて、背が高すぎてね、チャロフになんか変えるのがすごい億劫になるんですよね。それかチャロフ最初から出すっていう手もありですね。このペレグリもね、あれやからな、そっちの方が後で楽しみができるという意味でいいかもしれない。キエリーに使おうかな。バランでもええねんけどな。いや、相手いいやん、センターバック2人。ずるいな、あれ。ルーベン・ディアスと、カイリー・クリバリ。来た FP の中で最強と言われる2人のセンターバックですね。いいですね、ほんと。羨ましいわ。ていうか、どんだけ FP すごい引きしてんの、この人。メッシーにムワッペにネイマールを持ってる。いや、すごいな。ていうか、結構そういうの持ってる人多いよな。僕の引きが悪かったのかな、じゃあ。はい、いきますか。バランの方がいいけどな、調子がいいもん。スナンタって背番号7やからな。ただ、そごちゃう。TS めっちゃ下がってまうもんな。で、グスタボ、まあ、入れるん、やっていくんですけど、ちょっとね、TS が低いです。こうしたのか。これでいこう。いくぜ！はい、それでは試合の方やっていきたいと思います。セルジオ・エッチゴ VS ボカのゲームチャンネル。うむ、いきましょう。ちょっとね、もうここまで負けて、これ以上負けたくない。なんかガタガタ鳴ってるけど、大丈夫か？あかん、やばい。やばい、やばい。当たるわ、ここ。うわ。危ねえ。よしよし、危なかった。さあ、チャロフちゃん。あ、チャロフちゃん、パス悪いぞ、めっちゃ。よっしゃ、行こう。スタボナイスや。君がいるから。いけるぞ、チャロフちゃん、チャロフちゃん、先制取って。いやー、なかなかいいクリアしたな、相手。結構奥まで行ったな。え、どうなった。うわ、誰も行ってない。あー、カンゾーバラン、背番号7。ラファエル・バラン。うっせぇ、危ねえ。ちょっと完全にもうフリーというか、誰も行ってなかったよな。僕が行かなかったから、もうコンピューターも行ってなかったみたいな。僕が行くべきとこやったのかもしれないですね。はい、オッケー、デヘア。ナイス。ちょっとこいつが下がってきたから、こっちに行くわ。マネな。オッケー、行こう。さあ、こっち。パイエ。パイエ、ちょっと遅いなし。ほら、ダメか。とりあえず思いっきりよく打っていったけど。オッケー、パイエ先制しよう。ナイス。オッケー、オッケー、オッケー。元気になってきたぞ。さあ、行こう。さあ、マッペは怖いからな。謎の強い集客持ってるから気をつけろ。あ、これな、集客な、こいつな、気をつけな。あかん、でも相手ボールや。え、どういった。オッケー、クリア。よしよしよし、チャロフちゃん、いいよ。ほら、ちょっと遠い。いや、いけるか、間に合うな。間に合わないな。グスタボ、動こう。あかんな。あ、やばいぞこれ。普通に挟め。オッケー。え、危ねえ。いい。おお、早い早い。このメッシ早い。どのメッシも早い。長いボールを振ります。あーっと、まずいまずい。裏のスペースへ。オッケー。危ない。よしよし、ナイス教授。そういえばいたんですね、教授。最近教授のこと忘れてました。いけるか、チャロフ。いける。ナイス。あかんわ。なんでや。足遅かったか、ちょっと。いや、そうじゃないやろ。まあいいわ。
取ってる。あっか。これ。よっしゃ。いい。それも当たるのか。彼の教授頼みますわ。取ってください、それ。こんな若造じゃないな、メッシは。大体同い年ぐらいか。そうでもないか。教授ファールス。ファールスは、それは。それはファールスは。メッシの左足にアタックしたらあかんのよ。怖いな、これ。ほい。そうやね。気ぃつけなあかんで。いけるいける。チャロちゃん、いいよ。最高。あかんわ。絶対オフサイド。1000オフサイド。ああ、オフサイドやっぱり。さあ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 。レーノな。いいよな、レーノは。バラン！あ、まずいね。うおぉ！びっくり。よっしゃ。あかんない、今動っとったの、見とったのに、見とったのにもかかわらず、あかん、やばい。取った、よっしゃ、ナイス。もう教授や、もうこれ百戦錬磨ですからね。あんまり試合出てないけど、この人あんまり出れてないんやけどな。毎週エバートの試合見ても出てへんのやんだけど。FP 教授欲しいもんな。 FP 教授いつか来てほしいけど、試合出んことには一生出てこへんで。他のや無理ゲーで。それこそ FP 教授って来んのかな。一生本気するわ。教授先に体。あはあ、びっくりした。うお危ねえ。マジやられたと思った。さあ、ちょっとチャロフでね、ヘディング買ってみましょうか。これ横に打つと結構勝ちやすいというね。背の低い選手でもいける。ナイスナイスやけど。お、チャロフ、チャロフオーバーヘッド。いやー、ごめん取れる、取れるけど、取ったけど、取ってないわ。あかんぞ、絶対あかんぞ。ナイス、教授がいい。今日は教授がいい。これは繋がりません。大きく立て。さあ、危ない。やばい。またマッチアップや、メッシと。このマッチアップだけは一番嫌。はい、大丈夫。もうだいぶね、もう教授にイラついてますよ。神とは言えない。さあ、チャロちゃんのヘディング勝ちましょう、これ。横に出すと比較的勝ちやすい。勝てませんでした。オッケー、ナイス。また教授が反応する。ごめん、よく寒いしてた。ゲージ見とって。オッケー、ナイス。もうね、一人のミスはみんなでカバー。はい、ということで前半終了1対0ということでね。まあ、そこまでピンチはね、あったような気もするけど、もう忘れました。後半行きましょう。はい、後半行きます。ちょっと教授の守備が硬いからな。おっと、ごめん。ナイス。俺門番。アンカー。危ない。教授。そうはいくか。簡単に合わせたのか。やばいな、これ。わかる。やばいのが。またやられた。またムバップのあれにやられた。さあ、いくか。さあ、メッシ。うわ、人多いな、ここ。おいしょ、ダメか。もっとメッシに出したかった。まあ、ネイマールが強い。取れた。よっしゃ、よっしゃ。やべ。やばい、シューキャンが強すぎる。ちょっとね、頑張ってね、ボールグスタボが取ってくれてんねんけど、生かしきれてないっていうね。危ない。キャー、背番号ダサいって。デヘア17は誰や。一番いけるか。あー、ちょっとデデ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 
あかんて、なんやねんこれ。ちょっと、うわ、逆転を許した。またやこれ、
またシュートになるこれ。うわ。んで、エムバペだ。OK。なんやねん。フラストレーションたまるで、ほんま。チャルフちゃん変えたい。もう、もう変えたい。選手変えたい。行きましょう。どうなった？うわ、いしゃ！OK、危ない。また。またシューキャンの強さはまだまだと見せつけられるところやったで。ほらまたもう調子乗ってしまくってるやん、シューキャン。もうエチューン来た。さあ攻めよう。そうですね。しかも見ているとマンマークというよりかはこのチームいけるなこれ。よいしょ、ナイス。オッケー、追いついた。もううちもそろそろ選手変えたいところやね。変えさせて。オッケー、来た。ついに変えれる。このチャロフちゃんをね、ペレグリに変える。でペレグリにも絶好調やろ。おっしゃ。メルテンスはまだかな。てかメルテンスとさ、これサネ変えようか。うわ、グスタボ、もうスタミナ値よ。いやもうでもヘトヘトになってもやってもらおう。ヘトヘトになってもやってもらおうわ、あっこでな。しゃあない。僕のボランチはね、みんな疲れるんですよ。まあ、両方を、両サイドをカウンターターゲットにしてる影響もあるんかもしれないですね。ひょっとすると。カウンターターゲットの選手ってほんま疲れへんからね。びっくりするぐらいスタミナ持ちしようね。また集権してくるんちゃうの。おいしょい、はい、おい、マイボール。オッケーオッケー。ちょっと近いな、グリーズマン。あっち行ってくれへんか。オッケー、こっちがガラ空きや。行こう。グスタブちょっと走るな。走ったら疲れるからな。疲れる。いけるか。あら、いける、ナイス、勝ちました。最近はメッシがね、なかなか活躍してくれるから。さあ3対2や。僕の一番好きな点差になってきたで。あかんあかん、守備が悪い。待って、危ない、危ない、ちょっと待ってくれ。おいしょ、あかん、ミスってる。ペレグリ、いける。あー外した。でももう一回、よっしゃ、いいぞ、おっちゃん、ナイス。お前最近パイエのことおっちゃんって呼ぶから、顔が結構ねおっちゃんというか、まあ、体というか体格もね若干おっちゃん体型のようにこのウィーレでは感じるわ。なんか腹出てる気がするね、ウィーレでは。おお、もうそいつ足削ろ。そいつの足削ろ、こいつら、このムバッペとこの恐ろしいやつら足削らなあかんわ、マジ。好きにやらしとったら好きにやられるからな、マジで。さあベレグリ、ベレグリ、おう、あかん。まあいいわ、シュートで終わった。さすが天才。でももうだいぶね、この時間で2点差ってことは結構いけるよ、もう。おい、おい、ちょっと待って、いけるぞ。ほいほい、だいぶでもね守備慣れないですね、まだ。ああ、メルテンスに出せなかった。戻れ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 、こう来ると思って。 OK、 ナイス。おっ、おっしゃ、いこう。まだいける。ああ、ちょっとメッシサボっとった。終わる、ちょっと。おお、待て待て、やばいなこれ。取れる、ここやと思った。最高、時間も時間も時間も時間になっとる。いけるぞ、ペレグリ、くらえ。あ、外した。あ、ちょっとね、ゲージ溜めすぎたわ今。もう興奮しすぎたわ最後のところ。僕だけゴールが、ミス筋が見えとった。行こう、
ペレグリ、ちょっと背番号9返してやるの忘れてんで。はい、ありがとうございます。ということでね、なんと久しぶりに勝ちました。4対2です。はい、めっちゃ良かったな。いやもうね、2対1になった瞬間のまたかと思って諦めましたけど、諦めたというかまたかと思って、もうなんか暗黒期突入みたいなね感じがちょっとあったけど、いや本当ナイス。ちょっと早く背番号変えよう。これな、17番はダサすぎるわ。今週本当にスカッドコロ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 変えてるから、スカッドというかまあスカッドの内容ね、だいぶね今週のまあスカッドみたいな決めてからもうすごい変わってると思うんですよ。だからもう背番号もぐちゃぐちゃになりつつあって、まあでもね、大元なんていうのは幹とした部分というか、もうそういうたらかっこいいけど、あの元々決まってる背番号はまあメッシとかね、その辺変えてないところは大体一緒なんでね、まあ、その背番号の話はどうでもいいか。で結構いいっすね、やっぱり最強金玉最強門番、名前忘れた、ルイス・グスタボね、まあ、結構苦労して取ったんで、まあ、本当どうしようかな、まあ、その選手の、まあグスタボのスカウトのクリアスでもね一回やったからな。うん、一回やったんですよね、あのアンカーの何人かのやつで組み合わせで、まあ強いな、やっぱりムバッペ、これあのシューキャンからなんかあの細かいタッチでドリブルしてで豪快に決められるの、あれ何回も見た気がするんだ今週。好きやなみんな、あれ、いや強いなムバッペ。もうこの、まあ、そのうちねこれね、あの FP パリ・サンジェルマンが来ると思うんですよ絶対いつか。その時にもうさ、それがね多分 FP ムバッペ取るラストチャンスじゃないかなと思ってるんですけど、そこ取れんかったらおそらくもう FP ムバッペで来るかもしれんけどな、調子いいからなムバッペ。僕あんまりね、あんまりというかシューキャンちょっと練習しないとダメですね、あれやっぱ強いわ。あのシューキャン、あのトラップした瞬間にあの何やろ、さっき見たシューキャンは そうでもないんやけど、まあ、前線トップに当てるときにそのままシューキャンでなんかすり抜けていく、まあ、ムバッペならではなんかもしれんけど、他の選手でできるのかっていうところあるんけど、何だか誰かでもできるって言ったな。いやないっすよパイエ、おっちゃんなかなかやんねんこいつ。なんかね、マルセイユ、あ、冒頭でも言うたか、あのマルセイユの選手というか、おっちゃんは本当にね、負け試合でもなんか知らんけど、調子ええからな。いや、これ決めなあかんな、ペッレグリ。でもやっぱりね、久々にペッレグリ出してきたんですけど、相当使いやすいというか、やっぱり身長がある。高身長はやっぱり、得ですよね。OK。ということで、さあまた例と見ますか。だいぶね下がりましたね、687。まあここから、まあ、コントンとしてまいりましたけれども、まあ、ここから頑張って上がっていこう、このね勝利をね、ケーキとしていきたいと思います。はい、ということで、ちなみに最後にじゃあアンカー星4いくらで取ったのかというのをね、見て終わりたいと思います。それではプレイスタイルアンカーの落札価格は25,000GP。 はい、ということでね、まあ、25,000GP で、なんとか、まあ、落札できました。本当はね、22,000GP で、最終やろうと思ったんですけれども、まあ、確実に取るために3,000上乗せして、まあ、こんな感じになってました。はい。取れてよかったですね。ちなみに最近の落札価格というのはこんな感じ。大体ね、オークション始まりたてというか、もう木曜日、メンテ後ぐらいが安くて、で、金曜日のあたりぐらい、まあ、終わりぐらいまでが、まあ、かなり安い期間なのかなという感じなんですけれどもね、まあまあまあ、当然ね、まあ、その時々によってね、落札価格が変わるんでね、やっぱりみんなこのね、最近の5件のオークション、これをちゃんと見てやってると思うんで、まあ、大体今もしこれを落とそうと思ったら、僕やったら3万ぐらい出しますね、もうこっからやったら2万5千、で3万5千、3万4千、正直出さないと思うんですよ、ここまでは、多くの人は。まあ、大体このみんな、心理としては、
まあ、できたら2万2000円取りたいなと思うけれども、まあ2万5000円、まあ、平均ぐらい2万5000円、これぐらいで取れるんかなみたいな。で、2万5000円ぐらいを出してくると思うんですけども、大体でもね、それに上乗せして3万ぐらいがいいんじゃないかなと思います。まあ、当然ね、ほんまに取りたい人はもっとちゃんと3万5000円とか出してくると思うんですけども、人間はね、なるべく安く手に入れたいとは思うんでね、まあ、ちょっと、せめて3万ぐらいかなと思います。はい。まあ、ちょっとね、変な感じになりましたけれども、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。